1977年の北エンガル駅と周囲約500メートル範囲。下がエンガル方面。エンガル側に踏切があり、この通りを挟んで上が学太3丁目、下が2丁目。ホーム横に待合室がある。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成北エンガル駅は、 北海道門別郡縁丸町和座学殿に、かつて設置されていた、北海道旅客鉄道名寄本線の駅である。名寄本線の廃線に伴い、1989年5月1日に、廃駅となった。一部の普通列車は通過した4月30日時点で、下り3本上り4本。廃止時点で、単式ホーム1面1線を有する地上駅であった。ホームは、 線路の東側に存在した、電鉄機を持たない、防線駅となっていた。無人駅となっており、駅舎はないが、ホーム中央部分に高床式の待合所を有していた。当駅が所在する地の北方に位置していたために、北を冠した。仮上工場時代の学タは、この地に最初に入植してきたキリスト教団体が、私立大学建設を目的とする。 北海道同士教育会を設立し、その開拓の農場を運営するにあたって入職者に、農業の傍ら道徳や教育を重視するなど同、教育会の趣旨の理解と義務を課したことから、この開拓地を学田と名付けたことによる。なおか理場工場から駅に昇格した檻は、フラの線に、一足先に学太駅が設置されていたことから、駅名変更に至ったと思われるが詳細不明。 2001年時点では何も残っていない。2011年時点でも同様で雑草が生えるさらちとなっていた。駅跡の縁あ丸方には線路跡の築堤と防雪林が残存していた。学高り上校場に関するカテゴリー。ありがとうございます。